どうもトレインです。本日もマリカと実験でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc の動物の森のハルト。いやちょっと3日ぶりだね。多分ね、ちょっとみんなからしたらちょっと1日休みになってると思うんだけど、まあ、ちょっとこの3日間ね、お出かけすることがね、まあゴールデンウィークだったんで多かったので、まあ俺個人的にはね、1日ぶりの撮影となっております。いや違う、3日ぶりか、3日ぶりの撮影となっております。そんなね、まあ、3日ぶりとも言わせない走りを皆様にね、本日お届けしようかなと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それとね、一つお知らせがあります。本日ね、夜9時から、大会があるんですよ。よいしょ、トリプルスハイっていうね、結構デカめの大会があるんですけども、そちらにね、参加していこうかなと思います。でね、なんだろう、味方がめっちゃ強くて、今回もやしと、まあ、ズユミンっていう、知ってる人なら知ってると思うんですけど、NX のメンバーですね。ちょっと僕となんか出てくれるみたいなんでまあありがたくね、まあ、お誘いいただいたんで、ちょっとね今回、まあ、優勝もね全然狙えるメンツかなと思ってますので、頑張っていこうかなと思います。夜の9時頃ですね。正確に言えば8時55分ぐらいからなんですけども、まあ、9時ぐらいから、配信しますので、ぜひ応援しに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでね、さあベラベラ喋りながらトゲゾを食らいつつ、あ1位をゴリゴリ走ってるわけですけども、そう、もう2人のためにもね、そう2人の足かせになったらダメだからね。もう今日人一倍あれだね、集中してちょ走っていかないといけないからねまあ一旦ここでね、もう手を温めて、本日のね、まあ、大会に臨んでいきたいところであるからね、ミスは許されない。よいしょ、さあ後ろ見て、赤ゴーラも何も飛んでこないね。すげえ平和だけど、平和すぎて逆に怖いけどマジで何も飛んでこ、後ろ見るけど、いやマジで何も飛んでこないじゃん。よーしあげちーしゃまあこれぐらい赤コーラ飛んでこないのをね、大会に来てくれたらもう一番美味しいんだけどね。まあ実況動画でもまあ美味しくね、いただいておきまして、本日頑張っていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース、行きましょう。さあ、第2レースがビッグブルー。まあちょっと久しぶりにね、まあゴールデンウィークで遊んだことなんで、ちょっと思い出話をね、まあ雑談かてらしていこうかなと思うんですけども、優勝。まずね、ゴールデンウィークね、GK っていう僕ね、マリカのチームに所属してるんですけども、まあ、そのね、メンバーの人たちとね、神戸で遊びましたね。で、神戸で遊んで、ネスタリゾートっていう、ネスタリゾート神戸っていうね、なんかリゾートアスレチックみたいななんかあるんですけど、そこに行って、みんなのね、体を動かしましたね。なかなかね、ちょっと僕が、ちょっと遅く合流してしまったせいで、あとあれか、ゴールデンウィークで混んでたっていうのもあったんで、あんま遊べなかったんですけど、どこだったっけな、あれ遊んだんですよね。サバゲーみたいなのがあって、それで遊びましたね。それとちょバギー乗ったんですよね。サバゲーめっちゃ面白くて、僕サバゲー初めてやってみたんですけど、なんていうのかな、サバゲー独特のやっぱリアルで遊ぶ感じ、あれ結構ね癖になりそうでしたねよいしょ、さあこれ後ろ投げておいて、まあ、トゲゾが飛んできてるかしゃあないけども、あれなんだろう、ゲームだけでも十分面白いかなって思ってたんですけど、リアルでやってもねめちゃめちゃ楽しかったですね。おお、なんだこいつなんか突っ込んできたけどよいしょうん、なんかね、でもね僕楽しかったは楽しかったんですけど、なんかめっちゃうまいおっちゃんがいて敵チームにめっちゃうまいおっちゃんがいたせいで、僕開始30秒でぶち抜かれてもうほとんどね外で応援してたんですよねもう蚊帳の底で、いけ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 って言いながら、もう、あんま打たずに、もう、応援だけでしたね。ちょ、なんでね、サバゲーまたね、ちょ、やってみたいんですよね。やべ、ちょ、顔がぼやけてる。さあ、3レース目は DK ジャングル。でね、バギーのやつも遊んだんですけど、本当にね、なんかこういう、なんていうの、今、ワルハナ乗ってるじゃないですか。なんかこういう、なんか4輪のバギーに乗ったんですよ。あんまそういうバギー乗ったことなかったんで、なんかどんなんなんかなと思ってたんですけど、マジ楽しかったですね。コース自体は短かったんですけど、普通にこう乗り物を操るという楽しさはね、乗り物を操るのはね、やっぱ楽しいですね。あとね、こう、オフ会してたメンバーが全員マリカ勢だったんで、まあ、インつくわけですよ、みんなで。僕もね、めちゃめちゃ、インついてね。もうもうこれで記録出したのかと言わんばかりのね走りをしてね楽しんでましたね。多分ね、他の
人たちはあのバリカゼ以外のね僕ら以外の人たちは普通に乗ってあの楽しんでたんですけど、もう僕らはもう違うんですよ、遊び方が。もうどれだけいかに早くインをついて走ることができるか、もうそういうね遊びをずっとね5人全員でもうバカほどインついてね走ってましたね。いやでも楽しかったですね、本当にカートを操れたんですが、またねあれもねやりたいなと思ってるんで、多分ネスタリゾートはねなんかまた行く気がしますね。よいしょ、さあトゲゾー飛んできた。待って、危なすぎん、これちょ、こう周り危なすぎるんだけど、マジでビビるぐらい危ないんですけど、どうしよう、これ使うか。使っちゃって、使っちゃうけども、これは回避できるかな、できたら美味しいけども、まあできなそうだね、これは。よいしょ、まあそれだったらクラクション持ってもこのままガリゴリ走っちゃおうかな。よいしょ、ミドさん持ちがいるから、まあ最悪投げてきたとしても、秒でね反応して、耐えていこうかなと思います。よいしょ、さあバナナ引いて、よいしょ、まあこのままあとは走れば大丈夫っちゃ大丈夫かな。もう日中の人にもまあちょっかいかけずに行こうかしらね。よいしょ。そう、んでね、あとね、1日はね、ツーリング行ったんですよね。僕、あの、車関係のアカウントとかを持ってないので、あのリアルでたまたま知り合った人たちとツーリング行きましたね。あの、あと、ほぉ、嘘や、お前、絶対覚えとけよ。せっかく攻撃しないでいたのに、まあいいわ。いや、終わった終わったで、ね、まあ、ツーリングしてね、結構ね、楽しかったですね。なかなかこう人と車でツーリングする機会もね、ないので、ないのでー。さあ、4レース目はドラゴンロード。てか、俺車の話、ツーリングの話してるときほとんど、もう楽しかったっすね、しか、ちょっと、言ってないから。難しいんだよな。なんかあの、ツーリング独特の楽しさって、なんか言葉で表現するのなんか難しくて。マジ純粋に車が好きだから、車とドライブが好きなんで、マジ楽しい以外の言葉を、どう使うのかがちょっと俺にはわからん。でもなんか気持ちだけ伝わればいいかな。うん、もうみんなにはまあ、僕がまあ楽しかったですっていうね、気持ちだけまあ伝えたらまあまあ、OK に、OK でいいかな。危ない危ない危ない、当たんないようにして、危ない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 。よし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 。まあゴールデンウィークはね、まあ総じてね、楽しく、過ごせたのでね、よかったです。よいしょ。さあ爆発してる、しっかりかわして、インついていきまして、よいしょ。さあ、まああとはね、もう僕のね、思い出話も話し終わったところで、ゴリゴリね、ちょっともうマリカーでね、ちょっと1位取っていこうかなと思うんですけども、よいしょ。よく飛んでくるね。なんかいっぱい飛んでくるので、一旦止まって、上がっていきたいんだけども、なんか停止多いな。かなり前抜けてるから、そんな停止しなくていいんだけど、よいしょ。さあ、テレサ入れて、赤コーラ投げて、これ難しいな。この近畿のキラー難しい。でも、どの道ここで回避できないから、よいしょ、危ろ。どの道ここで回避できないから、一旦近畿の扱うことになるかな。さあ、キラー保持の民がいて、キラー3本出てるから、全然サンダーは振る可能性はあるけども、やばい、間違えて使っちゃったけど、まあ、振るんじゃね？ワンチャン振るだろ、これ。ワンチャン振ることにかけて、振らない。振らなくったら、ちょっとこれきつい気がするんだけど、よいしょ。さあ、キノコ使って、ちょっと待って、めっちゃ押される、めっちゃ押されるけど、俺じゃない、誰、わかんないけど、わかんないけど、なんか1位出ちゃって、わかんないけど1位出ちゃって、ねえ、本当に何してんの？本当に何してんの？おいおい、なんで突っ込んできた？落ち着いて、とりあえず1人剥がせないけども、まあ、一旦ショート化して、ブーメラン、ブーメランどこ行った？ブーメランどこ行った？よいしょ、さあ、しっかりかわして、3位おいおい、ボンヘツこいてあかんてん。突っ込んできたやつ、めちゃめちゃ落ちとるやん。さあ、5レース目は DK ジャングル。よし、ちょっともうね、ちょっとなかなか1位取れない展開が、よいしょ、続いてるから、ここいらで一旦、ちょっと真面目にやっていきますか。え、なんかこれ、ここから真面目にやるかって言ったら雑談がなんか、すごい真面目にやってないんじゃないかみたいになるけど、全然真面目にやってるんで、ほら。お前だけは、あー当たんない、外しちゃった。絶対あいつは当てる気持ちでいく。よいしょ、さあケツつけて、よいしょ、スナイプ狙います。シュッ、はい、オッケー、はい、オッケー、やばい、俺のラインがぐちゃぐちゃ、俺のラインがぐちゃぐちゃすぎて、ブブ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 ブ
いてるけども、うん、ちょっと周りはバラさんしかいないっていうの、ちょっとこれ抜かしづらいんですけど、相当抜かしづらいんだけど、
でもこれ前走るしかないもんな前走るしかないから、もうこれゴリゴリ行くしかないですね。よいしょ。さあキノコ引いたけど、キノコ引いたけどって感じだな。よいしょ。マジで何もできないマジすることがない。まずよいしょ。さあコイン取って、おー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 、暴れてる、巻き込まれて、暴れてるの巻き込まれて、暴れすぎててよいしょ。さあ3人は食いついてはいるけど、マジで金がなくて、よいしょ。すごいなー、なんかすごいなー、さっきからよいしょ。さあかわすけど、もうこれ打開強すぎてね、打開が強すぎるんですけど、俺が欲しかった金を。よいしょ。さあキノさんスター引いたけど、金が足りないから金が欲しい。ねえ、もう厳しすぎるな。これ勝つならマジサンダー回避狙わないと目がないんですけどなんでサンダー回避できそうな、ポイントでスターを入れていきたいんですけど、まあ次かな、次のアイテム交換あたりがまあ一ちゃん丸いかな。よいしょ。さあしっかりコイン取って、よいしょ。さあパツくん使って、よいしょ。まあここで振らなかったら元うまいかな。うい、テレサ強い。このテレサ激アツで、よいしょ、このテレサ激アツで、ただキラーがいっぱい、いるから、ちょ、ここら辺で使っておいて、さあキノコ引いて、ここでサンダー振ったら激アツで、とりあえず緑コーラ3つ投げておいて、ショートカぶちかまして、あ、全然上がらない。さあ6レース目はネオクッパシティ。ちょっと揉まれ方がねえぐいんで、マジでちょっと初動に命をかけて、よいしょ、逃げ切りを狙っていこうかなと思いますさすがにこのあれじゃあね、この展開じゃさすがに終われないから、マジで1位取って締めたい。よいしょ。さあインついて赤コーラを投げたいんだけども、なんか譲る気配がなさそうなので、ちょっとブレーキ踏みつつ、よいしょ、まあ、適当にね1人もいでおいて、よいしょ。さあコインもしっかり取っていきながら、まあ、どうしようかな、まあ、だいぶ前詰まってるけども、あんまこう後ろでダラダラするのも、まあ、ちょっとね分が悪そうな気がするので、ちょ、頑張って前詰めていきますか。よいしょ。そこ飛ぶか。まあ一旦落ち着いて風取ってショートカップ打ちっぱなして、さあファイヤーボール持ちが後ろ投げてるけども、いけいけ、暴れてくれ。さあ停止で、よしよしよし。おお、なんか普通に止まってなくて、よいしょ。さあ、おお、何、なんか突っ込んでこられて、さあ赤コーラが飛んできてるんで、しっかり防いでいきまして、まあダブルはちょっとねバナナの関係で取れなそうだったから、しっかりとねライン外していきまして、さああとはちょっと設置のバナナが怖いから、それだけ気をつけていこうかな。よいしょ。白が何持ってるかちょっと見えないんだけども、ちょ、わかんねえわ。長コーラか、長コーラ投げれないんだよな、それされると。よいしょ。さあずーっと2位張ってるけども、なかなかちょっと、攻撃できそうな場面がないから、ちょっと守りの展開にはなりそうかな。よいしょ。多分3位の人赤コーラ持ってるんだよね赤コーラ持ってるからちょっと投げづらくて、よいしょ。まあ、ここはバナナ設置されやすいので、しっかりとアウト走りながら、かわしていきますよ。よいしょ。さあ3の人投げてこないな。赤コーラ引けないか、引けないならもうこの緑コーラ当てるか。おお、サンダーフット、男が飛んできた。あ、かわいそうに、あー、かわいそうにあらーあらー、かわいそうに、あらー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 あらーらーらして、よし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 、いい展開来た。さあミニターボ出して、やばい、ちょっと、あ、なんか来てる、キノコ餅来てる。待て、ねえもうお前ほんま最後させてくるなまあいいや、前走れたし、まあ、たまにはこういう日もあるということでね。まあ改めまして、本日ね9時から配信しますので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いしますということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。